クリケットブラストスクールプログラム第1セッションへようこそ。今回はクリケットというスポーツに慣れるための運動をやってみましょう。新規導入ではありますが、児童の取る力、打つ力、走る力、俊敏性を育む内容となっています。最初にスノーボールタグをご紹介します。このゲームはクリケット版鬼ごっこで、終了時に児童全員がボールを持った状態でいるため、次の運動に移行しやすいようになっています。まず20m×20m の四角を作り、四隅にコーンを置きます。その一角にボールが入ったバケツを用意します。はじめに鬼ごっこと同様に鬼を指名し、指名された鬼はボールを持ちます。鬼が持ったボールでタッチされると、ボールを取りに行き鬼となります。鬼はタッチしても鬼のままです。全員が鬼になるまで続け、最後まで残った児童の勝ちとなります。またボールを投げてはいけません。クリケットは野球のように打者と守備がいるスポーツですが、守備はグラブなしで取ることが基本です。クリケットのキャッチングはボールを手に入るまでよく見て、卵をキャッチするようにしっかり勢いを吸収します。キャッチの練習はまず児童に2人組になって向かい合ってもらいます。お互いに2歩ずつ下がります。ボールは下投げで、キャッチは両手で行います。ボールを手に入るまでしっかり見て、しっかり勢いを吸収することが重要になります。レベルアップするために以下のようなチャレンジを行ってみてください。2人の距離を長くしてみてください。右手だけで20キャッチをしてみてください。左手だけで20キャッチをしてみてください。拍手をキャッチする前にしてみてください。2人で2球投げ、同時にキャッチしてみてください。1分間でできるだけ多くキャッチをしてみてください。キャッチするごとに英語のアルファベットや英数字を言ってみてください。簡単そうであれば、いろいろなチャレンジを作ってみてください。コンティニュアスクリケットは走塁と打撃を紹介するものとしてとても良いものです。簡単なゲームで児童の運動能力にかかわらず全員で楽しめます。まず一辺が10メートルの正三角形を角にコーンを置き作ります。一つの辺の真ん中にウィケットを置きます。ウィケットの正面にコーンがある状態になっています。攻撃チームと守備チームに分かれ、先攻後攻を決めます。はじめに打者はウィケットの前に立ち、先生または生徒が下投げでボールを投げます。ボールが投げられたら打ち、たとえ打てなくても打者は再びボールが投げられるまでコーンの間を往復して走り続けます。右から行っても左から行っても構いません。打たれたボールまたは後ろにそれたボールは守備によって素早く投手に戻されます。投手は打者が準備できていなくともすぐに投球を行わなければいけません。ボールがウィケットに当たった場合、また守備が打球をノーバウンドで直接キャッチした場合、打者はアウトとなり、次の打者と交代します。打者は最大で3球まで打つことができ、攻撃チームメンバーと交代します。チーム全員が打ったなら攻守交代となります。走った回数が一番多かったチームが勝利となります。今回のスクールプログラムはここまでです。詳しい内容は表示のウェブサイトへアクセスしてみてください。